おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青緑ラッキーナンバー3です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。隠者の逆位置が出ました。自分の過去の栄光にすがったり、目の前の状況を受け入れられずに現実逃避に走ってしまうことを表しています。こだわりが強くなって、求めるものを理想化しすぎたり、誰もわかってくれないと、自ら心を閉ざすようになったり、その結果、自分をますます孤独に追いやることに。老賢者からのメッセージを誤って受け止めるような、自閉的な観念に支配されている状態を暗示、辛いことや大変なことから逃れるように、現実社会に背を向けて閉鎖的で引きこもりがちな姿勢でいたり、何らかの思い込みや迷信にとらわれているかもしれません。すべてを掌握しているつもりでも、もっと大きな視野で、物事を受け止める必要がある場合もあるでしょう。うちにこもりたい気持ちがあっても、あえて社会活動やコミュニケーションを活発にした方が、状況は改善されます。隠者の逆位置の意味は頑固さ、引きこもり、社会生活や対人関係の悩み、逃避願望、気難しい性質、うまくいかない気がして背を向けようとする態度、落ち込み。2枚目めくっていきます。ソードの10の逆位置が出ました。都合の良いことだけを見ている。自分にとって都合の悪いことを受け入れる心の準備が整っていません。その結果、まだ妄想の世界から抜け出せていないようです。終わりと始まりを暗示しています。長年悩んでいたことや、コンプレックスを克服できる兆し、不自由に感じていたことから解放されたり、才能を生かすチャンスが訪れるでしょう。難しく考えないで、シンプルに受け止めたなら、すべてがあなた様のためだということに、気づけるはず。清算すべき問題は、間もなく決着がつくでしょう。あなた様の前には、輝きに満ちた世界が広がっているのです。ソードの10の逆位置の意味は清算する、どん底の時代が終わる、コンプレックスを克服する、希望が生まれる、すべての経験が活かされる。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。